この機器はネットガードの持ち運びタイプです。操作は簡単で重さは約 800g の軽量タイプ。まず本体を構えてガードカバーを外し、不審者の顔に狙いを定めて作動スイッチを押すと、瞬時にネットが発射され、2メートルから3メートル先の不審者を絡めて動きを抑制します。ネットはネットガード同様簡単には切れないので、その間に不審者から逃れることができます。複数使用すればネットが複雑に絡み合い、より効果的です。ネットランチャーに加え、さすまたなどを使うことでさらなる効果が期待できます。さらにネットランチャー STS をより安全に、また効果的に使用していただくためには、引き紐を引くときは必ずグリップごと引っ張ってください。引き紐を素手で引くと怪我をする恐れがあります。引き紐を引く余裕のないときは、ターゲットがネットに絡まってもがいている間に避難することがポイントです。本体が障害物などに引っかかることも。いずれにせよ無理は禁物です。ネットランチャーを複数使用すればネットが複雑に絡み合い、より効果的です。ネットランチャーに加え、さすまたなどを使うことでさらなる効果が期待できます。ただし、さすまたを持つ人にネットがかからないように十分注意してください。リキッドランチャーをさらに効果的に使用していただくには、カートリッジの1本目を催涙タイプ、2本目をマーキングタイプにしておけば、撃退、追跡を合わせて行うことも可能です。またリキッドランチャーで不審者の動きを封じ込めた後、ネットランチャーを使用することでさらなる効果が期待できます。